はい、ともチャンネルです。本日も新潟のハードオフ、ブックオフをめぐって、紹介していきたいと思います。ジャンクコーナーにやってまいりました。メガドライブはね、もうすぐというかね、夏過ぎに新しいミニが出るんですけども、まあ、それとは別にこれはもうサブパーティー制というよりはもうバッタモンのメガドライブですね、これね。まあ、実際これカセット入るのかな、ちょっと値段の方が8640円ついておりまして、まあ、これジャンクなんでね、まあ、使えるかどうかって言ったら多分使えると思うんですけども、正常に動作しないか、そういったところが確認できていないのでジャンクなのではないかなという感じでしょうかね。見た目はものすごい綺麗です。ここにはね、ファミリーコンピューター、ディスクシステムのソフトがこのぐらい並んでというか積み重なっていました。大体値段の方もね、540円から1000円の間ということで、まあ相場なんではないでしょうか。ケースの方ちょっと見ていきますが、カメラがね結構充実していました、ここは。そしてその一角にゲームの本体がね置いてまして、まあ、こんな感じの値段ですね。まあ、高くもなく安もなくといって相場的な感じで、値段がついていました。まあ、ジャンクなんでね、若干、まあ、ジャンクとして見れば高いかなという気もするけど、そんなもんかな。で、棚の方に移って、やはりね、中古の本体の方置いてありました。もちろんジャンクですので動作確認は、してるのとしてないのとあるんですけども、ここがいいのはね、ちゃんと袋にかけてあるんですよ。袋が入ってるんですよ、袋にね。普通中古っていうとジャンクっていうとね、もうそのまま置きっぱなしのイメージなんだけど、ここはねしっかりと多分チェックしてあるものはこんな感じで袋に入れてあるんでね、とても分かりやすいなという印象でした。で、これなんかもね、ジャンクなのにここまでラッピングしてあるんでね、ものすごく安心感がありますね。ケースの中のね、モバイル系ゲーム、レトロゲーム系とかね、その辺ですね、綺麗に、しっかりと手入れされているものというかね、ほとんどこれなんか未使用品ですね、置いてありました。値段の方それなりにケースの中入ってますので、値段はしております。ただ状態はかなり良さそうなので、これがいいなと思った場合はここでは買いなんではないかなという気はいたします。他では見られないものも結構ありましたので、まあいいんじゃないでしょうかね。これなんか本当に1万4000円ついてますけども、まあ、好きであればこれが欲しいとね、いうことで購入してもいいんじゃないでしょうか。これはね、ポケモンの、バージョンですね。はい、そしてゲームボーイの、アドバンスのワイワイレーシングかな、これね。そしてソロモンの鍵2、これもね6480円とそれなりにいい値段してました。状態はね、もちろん箱を見てもらえば分かるんですけども、かなりいい感じです。まあコレクターはお買い得でしょう。で、箱がなくてもね、こんな感じでレアで、そしてまあ値段ついてるものもありますけども、コントラは基本的に大体こんなもんかなという感じです。ただやはり状態的には綺麗、もしくはね、これちゃんと手入れされてるのかなという感じですね。他でもこういう風にねやってあると嬉しいんですけどね。ホーツクにキユを発見しました。裸で、2700円ですね、税込み。これはちょっと高いですね。千葉では2700円もあれ出せば箱付きで備品が購入できる可能性があります。なので、まあ見てる分には楽しいですねという感じです。ゲームボーイの箱付きがね、こんな感じで結構揃ってるんですね。まあ、もちろん箱付きなので値段が高いか安いかといえば、まあ、それなりにはします。ただここまで綺麗にね、保存状態のいい箱があるというのはなかなかないので、好きな、そして欲しいゲームがあればここで、程度のいいものをね、コレクションとして取っておくのはまあいいんじゃないでしょうか。で、パソコン用のゲームもね、置いてありました。大戦略 2.0 ということで、こういったものもね置いてあります。で、値段の方もねちょっと書いてなかったんですけども、まあいいでしょう。はい、これはね、ルナティックドーン4ですね、5400円。まあ、これはね、
RPG なんですけども、まあ、今でもね、ルナティックドーン、今でもあんのか。これはなかなかちまちまと遊べるゲームでね、私もハマっておりました。だけど、今もう、こういったゲーム流行んないんでしょうね。はい、そして、イース2コンプリートってやつかな。こんなのも、綺麗な状態でありました。こういった感じのね、もうレトロゲームがずっと並んでました。数の方はかなり多かったです。ただ、Windows95 とかね、古い OS でしか動かないものもありますので、この辺はちょっと注意が必要ですね。確認が必要です。はい、中古のゲームソフトです。こんな感じにね、綺麗に並んでいます。なかなか見やすいところでね、良かったなと思いました。はい、ゲームの方は以上ですかね。はい、ご視聴ありがとうございました。まだまだ、新潟の旅続きます。